今回のスピーチウェブは再び夜の街に飛び込んでみました。夜街探訪、最後の締めに行く場所、チル夜遊びエリアです。ちょっとです。あ、もうじゃあもう馴染みの店でご飯食べて、駅前周辺と比較してみました。それでは最後までよろしくお願いいたします。というわけで今日も始まりました夜町探訪ということで、今回はね、前回に引き続き夜遊びエリアにいるんですけども、そこから今日はね、三丁目、表町三丁目に行ってみようかなと思います。その周辺をね、ぶらり旅しようかなと思います。居酒屋さん朝5時まで、いろんなお店がね、この通りにあるんですけども、前回はね、この田町と中央町をね行ったんですけど、表町三丁目です。昔ね、吉本のない芸人さんとかよくここでやってたんですけど、潰れちゃったということです。結構なんか老舗感のあるお店がいっぱいありますね。鉄板焼き、わざわざ、うん、ね。まあちょっとね、中央町田町で飲んで、もうお忍びじゃないですけど、そんな感じで来るような感じかな。いろいろとあります。いい匂いがね、いろんなとこからしてきますけど、時刻は10時ぐらいです。千日センター街に行ってきました。
まあ、以前も来たことあるんですけども、この ラーメン屋さんですね。豚骨もういいかな。ちょっと怒られるかな。どうしようかな。すいません。焼酎水割りで。焼酎いただきます。寿司390円。え？違う。屋台寿司？五時。あ、それはおらんわ。いや、5時10分前に。10分前？もう並んだんですか？そうです。一番客。うん、ここで始まってここで終わりです。あ、もうじゃあもう馴染みの店でご飯食べて帰るだけっていう。はい、そうです。あ、馴染みなんですね。めっちゃなんかあるな。これはじゃあすいません、失礼します。はい、お騒がせしました。すいません。あ、すいませんすいません、また来ますね。はい、頑張って。すいません、はい、またほかにね、気になるお店多々あるんですけども、RSK ラジオコンビ、1月11日から、本社の方になってるっていうことで、いやね、痛いんですけどね、なかなか。まあね、あの前回もね、いろいろ街歩いてきたんですけど、だからみんな馴染みの店に行って帰るみたいな感じですね。馴染みの店にもう一軒だけということで、まあね、いろいろ、まあ多分スナックとかも馴染みのね店に行って帰るのかなっていう感じなんですけどね。ちょっと行って、まあ、さてどこに行こうかということなんですけど、まあね、時間ですからね、昼間はおそらく多いとは思うんですけども、というわけでここから県庁通りを、下っていく感じですね。この辺も結構ね、あのオーパーかな、なんかいろいろあったり、あ、ロフトがあったりとか栄えてんですよね。さすがに昼間のエリアなんでね、人はいないと思うんですけども、まあ点々とね、あの居酒屋さんあったりとかするエリアなんですよね。これが前行ったね、1キロのカレー屋さんがあるところなんですけど、まあ閉まってますということです。
というわけで、平和町周辺に来たんですけどもね、先週よりかはかなり人が少ないかなっていう感じなんですけども、やはりみんな馴染みの店に行っているような感じなんですね。まあ、前回の動画とね比較していただけたらなと思うんですけども、でちょっとね今日は最後にね駅前周辺を撮って終わろうかなと思います。というわけで西川緑道公園に戻ってきました。やっぱりねこの辺戻ったらいろんな声がっていうか人通りが増えてくるんですけども、おお、ここなんか、ね、真っ黒になってますね。こんなに高かったんですよこのビル、今まで気づかなかったですけど、ここから本町に行きます。この辺はねもう本当に居酒屋さんが多くて駅前からも近いんで、ふっと飲んでふっと帰るようなね感じのエリアかなと。はい、というわけで岡山駅周辺の本町はこんな感じで、まあ先週より人通りが増えたかなという感じなんですけど、まあね飲食店の皆さんはいろいろ大変でまだまだということなんですよね。まあでもこの辺はね本当に若者が多いかなと思いますね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。というわけで今回はこのような感じです。また次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。